2020年以来4年ぶりのリーグ優勝、そして2012年以来12年ぶりの日本一奪還を目指す巨人がかつてない緊急事態に陥っています。3個の例をもって招き入れた新外国人選手のルーグネッド・オドーア選手が開幕3日前に電撃退団となってしまい、巨人の支配下の外国人野手はゼロとなってしまったのです。2024年シーズンで球団創設90周年を迎えた長い歴史を誇る巨人でもなかなかない異例の事態です。そこで浮上してきたのがオドーア選手に代わる新外国人野手の獲得、補強ポイントに完全にマッチした大物メジャーリーガーの名前が取り沙汰されています。今回は新外国人野手補強の噂を追跡、獲得の可能性を探ります。オドーア、衝撃の開幕直前の対談。これまで数多く来日した巨人の外国人選手の中でも上位の通算178ホームランを誇ったオドーア選手、鳴り物入りの入団で大きい期待がかかりました。30発以上を3度マークした現役バリバリのメジャーリーガーに胸を躍らせた巨人ファンも少なくないでしょう。しかし途中参加した春季キャンプから徐々に正体がバレ始めます。オープン戦になると完全に化けの皮が剥がれ、34打数6安打打率1割7分8厘本塁打0打点もなしと不振を極めました。阿部慎之助監督は期待の大砲の開幕2軍を決断、しばらくファームに置き調子を取り戻してから1軍に呼び戻す算段だったのでしょう。オドーア選手の不振も誤算だったでしょうが、もっと計算外だったのがクリーンアップも期待されていた大砲が2軍に行くくらいならやめるとばかりにあっさり退団を申し入れたこと。2月中旬に春季キャンプに合流してからわずか1ヶ月ちょっとで帰国の途についてしまいました。開幕を目の前に控えた大事な時期での対談に少なからず球団内にも動揺が走りましたが、物は考えよう、遅かれ早かれオドーア選手は不満を爆発させていたかもしれないなら早めにお引き取りを願って新外国人獲得に目を向けた方がチームのためにもなります。もともと左打者のオドーア選手は補強ポイントに合致していたわけではありません。現在の巨人は右の大砲の方が必要ですし、セカンドが本職で外野はほとんど守ったことがないオドーア選手にライトを守らせるというのも無理があったといえます。またオドーア選手には入団前から年齢詐称疑惑もささやかれており、怖くて獲得できないと手を引いた球団もあったというほど、近い将来厄介者になるくらいなら自分から退団を申し入れてくれて助かったと見る向きもあります。また野手ではありませんが育成契約のユーリー・ラモス投手も退団することが発表されました。ドミニカ出身のラモス選手は2023年9月に育成契約で巨人に入団。これまで1軍での登板はありませんでしたが、150キロ後半のストレートを武器に猛アピールを続けていました。2024年はオープン戦2試合に登板し、合計2イニングを1安打4奪三振、防御率 0.00。 吉村貞明編成本部長は開幕する前にラモス投手と話し合い、もともとこちらに来たいきさつが日本で指導を受け成功してからアメリカで夢を叶えたいというのがあった、球団からも夢を後押ししてあげようと頑張ってこいよと送り出すことになりましたとコメントしています。助っ人の対談が相次ぐ巨人ですが、外国人野手不在でペナントを勝ち取れるとは思いません。メジャー新人王の5ツールプレイヤー、補強の目玉のオドーア選手がいなくなったことでその穴を緊急補強しなければならなくなった巨人ですが、その一番手として名前が上がるのがカイル・ルイス選手。右投げ右打ちの2024年7月で29歳になる外野手です。2023年のオフにも巨人が獲得に乗り出すのではと言われていた身長193センチ体重100キロの大型選手、一発を秘めたバッティングが最大のセールスポイントで、華麗な守備も兼ね備えた5ツールプレイヤーで身体能力お化けです。2020年には新人王に輝いた元トッププロスペクトのルイス選手は2023年はダイヤモンドバックスでプレーし、16試合出場で51打数8安打打率1割5分7厘1本塁打2打点と本来の力は発揮できませんでした。しかし AAA では格の違いをまざまざと見せつけ、とんでもない成績を残しています。63試合に出場し打率3割7分1厘17本塁打80打点出塁率4割5分7厘OPS1.098 と凄まじいまでの打棒でした。 AAA とはいえこれだけの数字をマークできるのはやはり実力が本物ということ。爆発的なポテンシャルを秘めたオールラウンダーにふさわしい成績です。しかしメジャーで結果を残せなかったせいで
2023年シーズンオフの11月にノンテンダー FA となりフリーな立場になっているので、まさに狙い頃です。ルイス選手がメジャーで輝いたのが2020年、マリナーズに所属していたこの年、開幕からセンターのレギュラーとして起用され、58試合出場で206打数54安打、打率2割6分2厘11本塁打、28打点、出塁率3割6分4厘、 OPS0.801。 コロナによる短縮シーズンでしたが、例年通りの162試合制だったら30本近いアーチを描いていたかもしれません。そしてシーズン後、見事に新人王に輝きました。投票者30人全員から1位票を集め、150ポイントで2位以下を大きく引き離す大差での受賞で、マリナーズでは1984年のアルビン・デイビス選手、2000年の佐々木一博選手、2001年のイチロー選手に次ぐ4人目の満場一致での受賞、ア・リーグでは12人目の快挙でした。2017年はルーキー級などでプレーし、40試合で打率2割5分7厘7本塁打31打点3盗塁、2018年にオールスターのアメリカ合衆国選抜に選出されました。マイナーの WA 級で122試合に出場すると、2019年はマイナーで打率2割6分3厘11本塁打をマークし、9月10日に待望のメジャーデビューを果たし、レッズ戦でいきなりファンの度肝を抜く活躍を披露します。6番ライトでスタメン出場すると、あのトレバー・バウアー投手からメジャー1号をスタンドに突き刺しました。すると翌日の11日にもドラマチックな一発を放ちました。2点を先制されたマリナーズは、相手投手のソニー・グレイ投手を打ちあぐみ、7回ワンアウトまでノーヒットノーランに抑え込まれます。フォアボールとデッドボールで1・3塁のチャンスを作ると、打席には5番のルイス選手が、真ん中に入ってきた甘い初球をフルスイングすると右中間スタンドに飛び込む劇的ホームランに、ノーノーからの逆転スリーランとなりました。マリナーズでデビューから2戦連続でホームランを放ったのは、1984年のアルビン・デイビス選手と2006年のジョージ・マケンジ選手に続く3人目の快挙でした。メジャー1年目は順調に滑り出しましたが、2021年は36試合130打席32安打打率2割4分6厘5本塁打11打点2盗塁、出塁率3割3分3厘 OPS0.726。 2022年は18試合56打席8安打打率1割4分3厘3本塁打5打点0盗塁、出塁率2割2分6厘 OPS0.529 と伸び悩んでしまい、クーパー・ハメル選手とのトレードでダイヤモンドバックスに移籍、新人王からわずか2年でマリナーズを去ることになりました。結局メジャー通算5年で146試合514打数121安打打率2割3分5厘26本塁打59打点7盗塁、出塁率3割1分7厘 OPS0.732、 ポテンシャルを十分発揮したとは言い難い成績です。阿部監督のセンター試験、合格するのは誰？ルイス選手と同じようなタイプの選手として挙げられるのが、メジャーやオリックスで活躍したアダム・ジョーンズ選手でしょう。ルイス選手も憧れる選手であり、 YouTube 上で動画をチェックしているそうです。同じ右投げ右打ちの外野手で、ジョーンズ選手も身長188センチ、体重98キロと体格もほぼ同じ、メジャー通算282本塁打でゴールドグラブを4度受賞しており、ルイス選手が崇拝するのも無理はありません。ジョーンズ選手と比較してはルイス選手がかわいそうですが、長打力と守備力を兼ね備えたスーパーアスリートタイプの選手という点では似ています。オリックス時代のジョーンズ選手は2年間で159試合出場、打率2割5分16本塁打66打点でしたが、ルイス選手がこれ以上の成績を残すことは十分期待できるでしょう。問題はもし巨人に加入したとしてどこを守るかでしょうか。ルイス選手はメジャーではセンターで93試合、ライトで20試合、レフトで4試合出場とセンターをメインに守っています。ところが肝心の阿部監督が指揮官就任直後の2023年オフからぶち上げているのがセンター日本人論です。激化している外野のポジション争いについて、外国人選手がダメと言っているわけではないと前置きした上で、センターは外野の司令塔という意味で日本人の選手を不動のセンターに育てていきたいと熱く語っているのです。原辰徳氏が指揮を取った2023年、巨人は開幕からルイス・ブリンソン選手がセンターを守り、最多の73試合に出場。それまで不動のセンターだった丸義弘選手は打撃の衰えからかセンターでは38試合の出場にとどまり、オコエ・ルイ選手が11試合に先発しました。ブリンソン選手は退団となり、その後釜が注目されています。
巨人初の捕手出身監督はやはりキャッチャー、セカンド、ショート、そしてセンターの中心ラインを重視。さまざまな候補が浮上しています。プロ2年目のスター候補生の浅野翔吾選手か、同じく2年目の慶応ボーイ萩尾雅也選手か、もしくはルーキーの佐々木俊介選手や若手の岡田悠希選手、またはオコエルイ選手の抜擢も考えられます。阿部監督があくまでセンターは日本人選手にこだわるのか、それとも守り慣れたルイス選手に任せるのか、その手腕に注目が集まります。阿部監督のセンター試験に合格するのは一体誰になるでしょう。ルイス選手の打順はどうでしょう。4番は岡本和真選手がどっかり座り、その前後坂本勇人選手や大城卓美選手などが固めるオーダーが一般的。6番か7番あたりで一発のあるルイス選手が控えていれば、相手投手も神経を使います。また本来足も速いのでガンガン盗塁をするわけにもいかないでしょうが、3番あたりを打ち後続の長打で一気にホームインというケースもあるかもしれません。いずれにせよ長打が望めない下位打線にルイス選手がいれば、相手に対するプレッシャーはかなり違います。ルイス選手が入団するかは分かりませんが、加われば打線が締まるのは間違いありません。シーズン途中入団助っ人の嬉しい法則とは。最後にこれまでシーズン途中に来日し活躍した外国人選手を紹介、過去に成功した例を検証し浮かび上がった法則を導き出しましょう。西武にシーズン途中に加わり怖いくらいに打ちまくったのがオレステス・デストラーデ選手です。弓を引くような独特なポーズで人気を博し、他球団を震え上がらせました。1988年、まずは中日からオファーがありましたが、その時はまだメジャーでプレーすることにこだわりがあり断っています。1989年には阪神の村山実監督と食事をするまでになっていましたが、阪神球団が拒否して破談になりました。その後主砲のタイラー・リー・バンバクレオ選手が極度の不振に陥っていた西武からオファーが、これを受け6月に西武入団となりました。もし中日や阪神だったらどんな結果になっていたでしょうか。デビュー戦でいきなり来日1号をかっ飛ばすと、83試合で32発と驚異的なペースでホームランを量産。優勝は近鉄に譲ったものの、デストラーデ選手がフルシーズン戦った1990年からチームは5連覇、1992年まで西武に在籍し3度の優勝に貢献しました。秋山浩二選手、清原和博選手と組んだクリーンアップ AKD4 はプロ野球屈指の3、4、5番です。近鉄のラルフ・ブライアント選手は中日からシーズン途中に移籍して道が大きく開けました。1988年に中日に加わりますが、外国人枠の関係でブライアント選手は2軍に幽閉状態、出番がなく悶々としていました。そこへ近鉄側が声をかけます。主砲のリチャード・デイビス選手が大麻の不法所持で逮捕され退団、長打力のある打者を探していたのです。近鉄に移籍したブライアント選手はそれまでの鬱憤を晴らすように打つわ打つわ、267打数で34本塁打と信じられない本塁打率をマークします。残念ながら有名な 10.19 決戦で優勝は逃しましたが、翌1989年は西武との天王山で奇跡の4打席連発、見事チームを優勝に導きました。1992年5月に来日し、中日の安打製造機として活躍したのがアロンゾ・パウエル選手。中日はシーズン直前になってマーク・ライアル選手が故障でアメリカに帰国してしまい、後釜を探していました。そこで球団 OB のケン・モッカ氏にパウエル選手を紹介され、入団の運びとなったのです。1年目は打率3割8厘、2年目は3割1分7厘27本塁打とおとなしめの成績でしたが、1994年からは3割2分4厘、3割5分5厘、3割4分と3年連続首位打者を獲得。在籍中優勝こそなりませんでしたが、安定した成績でチームに貢献しています。フリオ・ズレータ選手は2003年6月に来日、ダイエー現ソフトバンクに入団し、ダイハード打線の一端を担いました。当時のダイエーは小久保裕紀選手がオープン戦で右膝に重傷を負い、その年の復帰は絶望的な状況。サードも守れる大砲という触れ込みで来日しましたが、守備はさっぱりという誤算はありましたが、打撃は嬉しい誤算。1年目に13本塁打を記録すると、2年目から37発43発と遺憾なくパワーを発揮します。来日した年の日本一にも貢献、パナマ出身にちなんだパナマウンガーというパフォーマンスでもファンを楽しませていました。ほぼ日本人とも言われたブラッド・エルドレッド選手、2012年6月に来日し広島に入団すると、
真面目な人柄もあり、ファンからも愛されました。来日当時、広島の外国人野手は1人だけ。エルドレッド選手は長打力を期待されていました。1年目はチーム2位の11本塁打をマークしますが、2年目は故障もあり13本塁打とホームラン数を伸ばせず、しかし2014年は37本塁打と覚醒し、ホームラン王を獲得し、2016年からの3連覇を主砲として支えました。紹介した5人以外にもシーズン途中入団で活躍した外国人選手は数多くいます。これらの選手に共通しているのは、来日していきなり結果を出していること。日本人選手のように長い目で見てもらうことが少ない外国人選手ですが、途中入団はさらにその傾向が強いよう。ルイス選手も巨人に入団したら間髪を入れず打つ必要があります。次に共通しているのが、多くの選手が出番を求めているということ。メジャー契約が取れなくてくすぶっている選手がチャンスをものにしようと日本に出稼ぎに来るのです。そしてシーズン途中加入の外国人選手が活躍すると優勝確率がぐーんと上がります。紹介した5人のうち、パウエル選手以外は数年内にチームを優勝に導いています。そしてチーム側に共通しているのが、様々な理由はありますが、外国人選手が突然不在になる不測の事態にあることです。これらを考慮すると、今回の巨人も同じようなケースと言えます。ポテンシャルは文句なしのルイス選手が活躍できるかどうかの鍵は、本人に成功してやろうという固い決意があるかかもしれません。小童選手の突然すぎる退団に見舞われた巨人、災い転じて福となりますか、注目です。開幕直前の3月26日に、巨人の新助っ人のルーグネット・オドーア選手の突然の退団が発表されました。岡本選手、坂本選手に続く長距離砲として最低限の数字は約束されていましたが、電撃退団によりプロ野球開幕を前に、巨人は打線の再編が必須となってしまいました。そして現状一軍で外国人野手がいないという異例の事態となってしまっています。今後ペナントレースを見据えた戦略では、新たな外国人選手の獲得が検討される可能性が高いです。そこで名前が挙がっている選手が、チェコのジャッジと言われているマレク・フルプ選手です。そこで今回はマレク・フルプ選手獲得の可能性、その他に候補として挙がっている外国人選手などについて紹介していきます。佐々木朗希を打ち砕いたマレク・フルプ選手とは、身長193センチ、体重99キロ、右投げ右打ちと体格は大谷選手とほぼ同じ。マレク・フルプ選手をご存知でしょうか。2023年3月11日、WBC2023 の1次ラウンド東京プールで、日本代表はチェコ代表と対戦しました。当時も大きな話題となりましたが、チェコ代表のほとんどが普段は野球以外の仕事をしているというアマチュアで編成されたチームで世界大会に挑みました。そんな中、ひときわ目立った選手がマレク・フルプ選手でした。当時米国のノース・グリーンビル大に所属する大学生だったマレク・フルプ選手は、3番センターで先発として出場しました。そして初回の第1打席、佐々木朗希選手の投じた163キロの直球を捉え、レフト線へ強烈なライナーで二塁打となりました。その後ショートゴロ失策の間に生還し、先制のホームを踏みました。まさかのチェコ代表が日本代表から先制点を奪う形となり、ベンチは大盛り上がりに。試合後にマレク・フルプ選手は、球が速いのでタイミングを直球に合わせていました。集中力を高めていかないと振り遅れるので、佐々木投手もちょっと高い球を投げようとしていたのが甘いところに行ったんじゃないかなと話しました。当時彼はスポーツマネジメントやスポーツビジネスを専攻していました。そして卒業後はプロリーグでプレーすることを目標に掲げているとも話していました。さらに今回の来日を経て、日本でプレーすることにも興味を持ち、それを夢見るようになったそうで、マレク・フルプ選手は、日本のファン、球場、雰囲気がとても好きです、誘いがあればぜひ行きたいよと語りました。それから約1年が経ちました。チェコ出身の助っ人外国人が巨人への加入という噂が現実のものとなりつつあります。 WBC の時は大学生で、2022年には12本塁打75打点という成績を残し、一時は MLB のスカウト候補にもなっていたそうです。
現在マレク・フルプ選手はアメリカの独立リーグと契約をしているようですが、プロリーグを目指し日々奮闘中とのことです。そして今年の3月に欧州代表として再び来日し、ウエスタンリーグに新規参入したクフーハヤテベンチャーズ静岡と京セラドーム大阪で練習試合を行い、8回には左中間席へスリーランを放ったのです。マレク・フルプ選手は試合後のインタビューで、素晴らしい気持ちだった、4点ビハインドのとても重要な場面、チームに貢献できたし、大事な2試合に向けていい雰囲気を作ることができたと語り、佐々木選手から放った2塁打も振り返り、 WBC でも一番お気に入りの瞬間だね、満員の観客の前で日本戦というビッグゲーム、素晴らしい気持ちだったよ、将来有望な素晴らしい投手だと知っていたから彼から打てて本当に嬉しかったとコメントしました。代表として日本でしっかり結果を残し存在感を示しているマレク・フルプ選手は、今では日本人キラーとも言われています。そして最近ソフトバンクに所属している元巨人のアダム・ウォーカー選手とお互いの公式 SNS をフォローし合ったことから、ホークスとの将来的な契約の可能性も噂されました。この行動がマレク・フルプ選手のソフトバンクへの加入の前触れなのかはまだ不明です。またマレク・フルプ選手は現在独立リーグに所属しており、そちらとの契約が残っている状態だと思われます。もし彼がオプトアウト権を行使して NPB へ移籍する可能性もあれば、非常に面白い展開になりそうです。また NPB 挑戦の場合は育成契約を結ぶ可能性があるとも考えられます。現時点で巨人がマレク・フルプ選手に接触しているという情報はありませんでしたので、今後の動向に注目です。巨人外国人選手の対談が続く。巨人がマレク・フルプ選手の獲得を検討している背景には、連続している外国人選手の対談が一因であると見られています。冒頭にも触れましたが、巨人の主軸として活躍すると予想されていた MLB 通算178本塁打のルーグネット・オドーア選手が3月26日に突然退団しました。オドーア選手はオープン戦12試合に出場し、34打数で6安打1四球9三振で打率は1割7分9厘という成績でした。特に巨人ファンにとって失望感をもたらしたのはホームラン数かもしれません。オドーア選手はパワーヒッターとして期待されていました。 MLB では通算で178本のホームランを放ち、3シーズンにわたって30本以上のホームランを記録しています。しかしオープン戦ではホームランを1本も放てず、日本のピッチャーが得意とする変化球に手を出していました。そしてオープン戦の最終試合だった3月24日の楽天との試合後、阿部慎之助監督がオドーア選手に2軍での調整を提案したところ、オドーア選手はそれを受け入れられないと拒絶し、契約の解除を自ら申し入れたとのことです。吉村貞明編成本部長が取材に応じ、何度も話し合ったがオドーアの気持ちは変わらず対談を申し入れてきたと語りました。この件に関して吉村本部長は、契約の中で全て1軍で試合に出すという確約はしていないと明言しましたが、そんな約束が存在すること自体が疑問視されがちです。しかし研究者の友成那智氏は、 MLB の場合1軍起用を確約するという契約は決して珍しい条項ではありませんと述べています。続けて、日本の場合ベテランや中堅の選手でも不振に陥ると2軍行きを受け入れ、若手とともに調整に専念するのはよく見られる光景です。ところが MLB は異なります。1軍と2軍を行ったり来たりする若手は例外ですが、オドーアのように立派な成績を残している選手がマイナーリーグ落ちとされると1軍失格のような強いマイナスイメージを持たれてしまうのです。そこで不名誉なマイナー行きが経歴に残ってしまうことを防ぐため、 MLB では相当数の選手が2軍に落とさないことを契約で明記しているのですと NPB と MLB の違いについて説明しました。一方で巨人の吉村本部長は、1軍での起用を保証する契約条項はないと明言するとともに、監督の言葉に異議を唱えることはできないと契約上やってますという事実をも指摘しました。このため監督の意向に従わず2軍降格を拒絶したオドーア選手が
契約違反をしたというのが球団の見解です。そして最後に友成氏は2軍落ちに対する MLB の常識も含め、オドーアのプライドは2軍行きを容認できなかったのでしょう。彼は2017年、レンジャーズと6年総額$4,950万、約74億円の契約を結びました。ちょっとやそっとの散財で消えるような額ではありません。要するにハングリー精神は皆無で、巨人にしがみつく必要はないのです。アメリカに戻れば一軍選手として契約してくれる球団も見つかるでしょう。春先に故障者が出るチームがあるからです。スタメンは無理でも交代要員や代打の切り札として期待されるのではないでしょうか、とオドーア選手の立場を考えながら分析していました。この電撃対談には球界内でも驚きの声が続出しており、阪神の岡田彰布監督は、おお、やめたんやな、すごいな、どうしたんよ、普通やったら大問題やもんな、と驚きを隠せない様子でした。またライトを送るやろなと思ってたよ、新外国人やからなんぼ調子悪くてもな、と開幕スタメンで起用されることを警戒していたそうです。またファンからも、なぜあんなフリースインガーを獲得したのか、制球力の高い日本人ピッチャーに抑えられてしまう、とにかく最近の巨人は長打力のある外国人野手にこだわりすぎです。 MLB ではそれなりのホームラン数が記録されていても、日本人投手は苦手というタイプが目立ちます、などスカウトに対する意見も数多く寄せられていました。そしてオドーア選手に続き、巨人と育成契約をしていたドミニカ出身のユーリー・ラモス投手も対談しました。ラモス選手は2023年9月ドミニカ共和国から来た育成投手として契約しました。196センチの身長から安定して150キロ台の速球を投じる力強い速球を持っています。3月13日には阿部監督によって始められた一軍参加制度の下で、ソフトバンクとの試合で一軍に加わり、その試合で最速157キロを4回記録し、1イニングを無失点で抑える見事な投球を見せました。イースタンリーグでは2試合に出て2イニングを投げて4つの三振を奪い、三振率は 18.00 を記録しています。そんなラモス選手の退団の理由について、吉村貞明編成本部長は、現状での支配下は難しい、本人とも話して夢を追ってアメリカで挑戦したいと、夢を後押ししようと、頑張ってこいよと送り出すことになりました、と説明しました。巨人は現状野手の外国人は一軍に在籍しておらず、開幕は丸選手、佐々木選手、梶谷選手が外野手のスタメンとして起用されました。そして現在外国人選手の外野手は育成契約のティマ選手と、内外野守れる育成契約のウレーニャ選手の2人です。開幕間近に異常事態として2人の外国人選手が退団したことから、シーズン途中で新たな外国人選手の補強に動く見込みが大きく高まっているといえます。可能性が浮上している外国人選手、巨人の新たな外国人選手に関する話題について、当初吉村本部長はオドーア選手のみと発言しており、特に明確な発言をしていませんでした。そうした中で具体的な動きについては、今後の調査や検討に委ねられる部分が大きいと考えられます。外国人選手をこれ以上獲得しないという発言もなく、今後の展開はまだ予測がつかない状態です。しかし巨人の過去の傾向を見ると、遅くとも6月頃には新たな外国人選手の獲得があるのではないかと思われます。また2021年に巨人に在籍していたハイネマン選手が、オドーア選手の対談を受けて、すでジャイアンツと話したいですと巨人との再契約への意欲を示していました。ハイネマン選手は2021年8月に巨人へ加入し、出場した10試合で打率1割6分、ホームラン0、打点2、4割5分という結果に終わり、約半年でチームを去りました。その後2022年はマリナーズの下部組織でプレーしています。昨年11月、巨人は高橋礼選手、泉圭介選手をソフトバンクから獲得し、代わりにアダム・ウォーカー外野手を放出しましたが、オドーア選手の退団により、現在は外国人野手がいないという状況になってしまいました。ハイネマン選手は巨人在籍時に熱いプレーと優れた守備でファンを魅了しています。巨人がどう対応するかはまだ不明ですが、今後どのような行動を取るのか注目です。
もう一人が内野手ではありますがライトも守れるというブライアン・アンダーソン選手です。2024年2月23日シアトルマリナーズとマイナーリーグ契約を締結し、その年の春季キャンプに招待選手として参加しましたが、メジャーリーグの契約を獲得することはできませんでした。結果としてオドーア選手退団と同日の3月26日に自由契約となりました。ブライアン・アンダーソン選手は現在年齢が30歳で MLB7 年間で627試合に出場し、通算打率は2割5分2厘66本塁打559安打という成績を残しており、経験豊富な選手です。しかし本人は外野手ではなく内野手を守りたいという気持ちが強いそうなので、内野手が固定している今の巨人と前向きに契約を結ぶのかは正直微妙なところです。ただ外野手もできる選手ですので、もし巨人加入となればオドーア選手の代わりになるくらいの成績は残してくれるのではないでしょうか。主砲のオドーア選手は開幕こそ2軍調整を言い渡されましたが、間違いなく戦力として阿部監督の頭の中には入っていたと思います。2024年シーズンを通して20本塁打60打点くらいは最低でも見込んでいたのではないでしょうか。昨年外国人選手として活躍したウォーカー選手は57試合に出場し6本塁打にとどまったものの、2022年には23本塁打52打点と結果を残しています。現状の巨人では長距離砲として見込める選手は岡本選手、坂本選手、丸選手です。長打が必要な場面はシーズンを通して必ず必要になってきます。巨人が優勝した2020年には岡本選手、丸選手、坂本選手、ウィーラー選手が2桁本塁打を達成しており、2019年も坂本選手、岡本選手、丸選手、亀井選手、ゲレーロ選手と5人が2桁本塁打を達成しました。優勝したシーズンを比較するとやはり打撃には少し厚みがない気もします。優勝したシーズンと比べると打撃陣の層の薄さが感じられます。主要選手が怪我で離脱するリスクを考慮して早めに数字を残せそうな選手の獲得を目指すことが望まれます。過去にはロベルト・ペタジーニ選手、ダフィー・ローズ選手、アレックス・ラミニス選手のように安定して30本塁打以上を放つ選手がいました。どの球団にも言えることですが、いち早く数字を残せる選手を獲得したいところです。そんな中でチェコのマレク・フルプ選手の名前が浮上していましたが、彼の実績がまだないことを考えると即座に一軍で起用するのは難しいかもしれません。しかし将来の可能性を見込んでマレク・フルプ選手が日本でのプレーに興味を持っていることを踏まえると、育成選手としての獲得は有望な選択肢と言えそうです。いかがでしたでしょうか。今回はチェコのジャッジことマレク・フルプ選手獲得の可能性について紹介しました。突然のオドーア選手の退団には驚いた方も多かったのではないでしょうか。マレク・フルプ選手以外にもハイネマン選手、ブライアン・アンダーソン選手が候補として噂されていました。例年の傾向からもシーズンのどこかでは外国人選手の補強をすると思われますので注目ですね。皆さんはどのような意見をお持ちですか。ぜひコメント欄で意見などをお聞かせください。あなたの意見や感想はコメント欄よりお待ちしております。巨人は開幕を目前に控えたタイミングで新外国人選手のオドーア選手が突如退団するという出来事があり、結果として現在一軍に外国人野手が不在という異例の事態に直面しています。オープン戦で振るわなかったオドーア選手でしたが、シーズン全体を見越せばそれなりの成績が期待されていたため、彼の退団は巨人にとって重要な戦力を失った形となりました。巨人はこの穴を埋めるために迅速に即戦力となる外国人選手を探しており、各方面で情報収集を進めている状況です。そこで名前が浮上した選手が過去にチームに所属していたスコット・ハイネマン選手の再獲得の可能性です。今回は元助っ人外国人選手スコット・ハイネマン選手の獲得の可能性と活用方法について紹介していきます。オドーア退団を受けハイネマンが逆オファー。スコット・ハイネマン選手は2021年巨人に在籍していた選手です。2015年の MLB ドラフトで
テキサスレンジャーズに11巡目で選ばれ、プロ生活をスタートさせました。しかし、プロ入り直後に右足首を手術し、2015年のシーズンは一度も試合に出場できなかったため、実際にマイナーリーグでプレーを始めたのは2016年からです。2018年にはパシフィックコーストリーグのオールスターゲームにトリプル A 級で選ばれるなど顕著な活躍を見せました。2019年にはトリプル A 級ナッシュビルで打率3割4分という素晴らしい成績を記録し、8月2日のデトロイトタイガース戦で7番センターとしてメジャーリーグデビュー。その年メジャーでは25試合に出場して打率2割1分3厘2本塁打をマークしました。その後シンシナティレッズに移籍したものの、2021年は19試合の出場で打率1割2本塁打3打点と成績は伸び悩み、7月19日には自由契約となり、2021年内に巨人と契約を結びました。身長185センチ、体重99キロの右投げ右打ちの外野手で、走攻守にバランスのいい能力を持ち、ファーストとしての守備も可能です。シンシナティレッズでは広島カープに所属する秋山選手ともレギュラーポジションを争っていました。メジャーリーグでは68試合の出場で打率1割7分2厘5本塁打17打点という成績ですが、トリプル A では166試合に出場し打率3割4分20本塁打86打点をマークするなど好成績を残しています。入団した際には素晴らしい機会をいただいた読売巨人軍及び関係者の方々に感謝します。首脳陣から日本の野球を学べること、またジャイアンツのチームメイトと共に優勝を目指して戦うことを楽しみにしています。2021年日本シリーズのチャンピオンシップ奪還に向けて全力を尽くしますとコメントし、ファンからもフロントからも期待されていました。そして2021年シーズン8月11日に支配下選手としての登録が行われ、コロナ隔離期間を終えた後の9月5日から2軍に合流。9月7日イースタンリーグでの日本ハム戦で実戦に初出場を果たしました。9月11日には出場選手登録され、その日の中日戦では7番ライトとして先発出場すると、初打席で2塁打を記録するなど4打数1安打で1軍デビューを飾りました。新たな戦力としての期待が寄せられたものの、来日してから体重の大幅な減少と体調の不良に苦しみ、9月末には診断のためにアメリカへ帰国することが決定。結局巨人での在籍は10試合の出場にとどまり、4安打2打点という成績を残して退団しました。巨人を退団してからはマリナーズとマイナー契約を結び、傘下の 3A 級タコマレイニアーズに所属しましたが、2022年8月11日にリリースされ、現在はフリーという状況のようです。そんなハイネマン選手が再び巨人に戻ってくる可能性が浮上しているのです。 MLB での通算178本塁打という輝く実績を携えて日本のプロ野球界に足を踏み入れた巨人の新外国人選手オドーア選手でしたが、オープン戦のパフォーマンスは期待外れで、出場12試合中の成績は打率1割7分6厘にとどまり、ホームランと打点はゼロでした。この期間チームの若手選手が猛アピールしている中で、オドーア選手の成績は振るわず、最終的に阿部監督を含むチームの首脳陣はオドーア選手に2軍での調整を指示しました。オドーア選手はそれを受け入れられないと拒絶し、契約の解除を自ら申し入れたとのことです。吉村貞明編成本部長が取材に応じ、何度も話し合ったがオドーアの気持ちは変わらず退団を申し入れてきたと語りました。開幕前にまさかの退団が決定してしまったのです。2軍落ちへの MLB の一般的な考え方もあって、オドーア選手は自身のプライドが2軍への移動を許さなかったのかもしれません。彼は2017年にレンジャーズと6年で約4950万ドル、およそ74億円という大型契約を結んでいます。これはちょっとした浪費ではなくなるような金額ではなく、彼には巨人に依存する必要がないほどの
経済的余裕があります。アメリカに帰国すれば一軍の選手として迎える球団が見つかる可能性が高いでしょう。特に春先には故障者を出すチームもありますから、スタメンは難しくても代打や控え選手として期待される場面があるかもしれません。この対談に真っ先に反応したのがハイネマン選手で、自身の SNS でフリーエージェント、リツイートリツイートリツイート、この動画をリツイートしてください、できるだけ多くの人の目に留まるように、1回のリツイートで大きな影響が生まれます、それは私にとって世界を意味するでしょう、皆様のご支援に感謝いたしますと、自分の現状を知ってもらうための積極的な宣伝を行いました。そして巨人への復帰を望む他のユーザーのコメントに対し、ジャイアンツと話したいです、最高と復帰への強い意欲を示しました。この投稿が話題となり、巨人復帰の可能性が噂されるようになりました。小童話選手には確かな実績がありましたが、性格はわがままで扱いづらかったようです。現在の巨人では意欲的で真面目な選手を求めており、この状況でハイネマン選手からの逆オファーはフロントにとっても魅力的であると言えるのではないでしょうか。巨人の外野がピンチ、ハイネマンの起用方法。現在巨人の打線で主砲と呼べるのは岡本選手のみで、小童話選手は岡本選手の後を担い、ランナーを返す重要な位置にいたとされます。この戦略では岡本選手が点をもたらせないとき、小童話選手が得点を挙げる役割を期待されていたわけです。つまりハイネマン選手入団となった場合は、特に長打力が求められていると言えます。昨年の場合は主に中田選手、大城選手、坂本選手が岡本選手の後ろを務めました。2024年シーズンは坂本選手が主に5番に座っています。そして守備に関してですが、2024年は外野手がまだ固定されていないという印象です。左膝痛でファーム調整中の梶谷隆之選手や、主力である外野手の丸選手も7日の DeNA 戦で右太もも裏の張りで途中交代し、9日のヤクルト戦が行われる鹿児島遠征は同行せず、残留でコンディションを整えています。丸選手は11日の戦線復帰に向け調整を行っているそうです。そのため巨人では現在、佐々木選手、オコエ選手、萩尾選手、浅野選手ら若手が外野手として主に起用されています。外野手のポジションが安定していないこの状況では、チームの中心として活躍できる選手が必要な状況だと言えます。内野手もこなせるハイネマン選手ではありますが、今の巨人の内野陣は固定されていますので、起用されるとなれば外野になりそうです。巨人助っ人補強は大丈夫なのか。ここ最近の巨人ですが、助っ人があまり機能していないとファンの間ではスカウトに向けて批判的な声を上げるコメントも多くなってきています。最近ですとアダム・ウォーカー選手はまずまずの成績を残しましたが、守備力が異常なほど低いなど、助っ人の補強がちぐはぐな印象も受けます。在京テレビ局スポーツ担当者は、メジャー通算178本塁打を誇る小童話は、阿部慎之助監督も期待の大砲だったため、開幕直前での対談には衝撃が走った。対談後すぐにヤンキース入りしたのは、小童話が米国内での需要もあるということ、日本向きの選手かという判断を巨人の障害担当が見誤ったのだろうとコメントしています。開幕前に優勝請負人が帰国するという前代未聞の出来事がありましたが、小童話選手をはじめ、近年はメジャーリーグで実績のある選手を補強していますが、特に野手の外国人選手は苦戦している状況が目立ちます。巨人担当記者は、2015年からの3年間先発投手として活躍したマイコラス、現カージナルス以外は印象に残った外国人選手がいない。コロナ禍だった2021年には外国人選手全員がシーズン途中で帰国したこともあった。助っ人獲得に関して球団内の所轄部署が効果的に機能していなかったと言えるでしょうと、外国人選手の獲得には苦戦を強いられていると語っています。またコロナ禍によりアメリカや中南米でのスカウト活動が十分に行えない状況もありました。ただ他の球団も同じ状況下にあったため、
障害担当や海外スカウトの職務への責任追及もやむを得ないとされています。巨人は外国人選手の獲得戦略として2019年オフにデニー・トモリ氏を編成部に迎え入れました。トモリ氏は中日の国際障害時代に独自のネットワークを活用して多くの優秀な外国人選手を見つけ出しています。またデニー氏はアメリカでプレーし、レッドソックスの巡回コーチを務めた経験を持ち、森重和氏の紹介で中南米の野球界にも深く関わっています。 NPB における彼の海外人脈はトップクラスとされ、中日でのジャリエル・ロドリゲス選手、現在ブルージェイズ所属の獲得に貢献するなど、優れた外国人選手を見つけ出すことに長けています。しかしそんなデニー氏も巨人での活動では困難を経験している模様です。昨年チームに加わったグリフィン選手とメンデス選手が今シーズンもローテーションに名を連ね、昨シーズン途中から加入したバルドナード選手はブルペンで重要な役割を果たしています。元投手のデニー氏が特技とするピッチャーの補強では徐々に成果が見え始めていますが、野手についてはまだ目に見える進展がないと多くのファンから指摘されており、野手陣の強化が急務であることが明らかです。メジャーリーグで輝かしい実績を誇る選手であっても高いプライドが障壁となり、時には課題となることが助っ人選手には見られます。日本の野球界を軽視する傾向にある選手も未だに存在し、選手の個性や考え方を理解するためには直接対話することが不可欠です。過去にはヘラルド・パーラ選手、ジャスティン・スモーク選手、エリック・テームズ選手などメジャーで名を馳せた大物選手の獲得も見られましたが、メジャー経験がなかったアダム・ウォーカー選手が活躍した事例からも米国での実績だけで選手を評価することのリスクが指摘されています。この観点からメジャーリーグでの顕著な実績がないハイネマン選手には未知の可能性が秘められているとも考えられます。実際の事例を挙げると、例えば誰もが知るレジェンド外国人のアレックス・ラミネス氏はメジャーリーグで135試合に出場して打率2割5分9厘、12本塁打、48打点と目立った成績ではありませんでしたが、日本球界では外国人選手として初めての2000本安打を記録し、通算380本塁打を記録するなど輝かしい活躍を見せました。またヤクルトやソフトバンクでプレーしたウラディミール・バレンティン選手もメジャーでは170試合出場、打率2割2分1厘、15本塁打という成績にとどまりましたが、日本では2013年にシーズン最多記録となる60本塁打を達成するなど、日本野球史上屈指の外国人助っ人として名を馳せました。一方、国内のスカウト活動では確かな成果を上げています。水野克人スカウト部長を軸に全国の OB スカウトが収集した詳細な情報をドラフト戦略に有効活用しているのです。さらに外国人選手の補強にもこれまで以上に力を入れる時期が来ている可能性があります。外国人選手がペナントレースに大きく影響することは歴史が示しています。コロナ禍で経営難に陥る球団が多い中、海外スカウトへの投資は容易ではありません。しかし勝利を追求し収益を増やす巨人にとって、将来に向けた外国人補強への注力は不可欠です。阿部監督のもとキャンプやオープン戦での評価は高いものの、実際のシーズンでは苦戦が続いています。この状況には外国人選手のパフォーマンスが一因として挙げられます。 FA 選手や他球団からの戦力補強が難しい現状で、優秀な外国人選手の獲得は球団の復権に必要な戦力と言えるでしょう。開幕してまだ日が浅いため一概には言えませんが、チームの打撃成績を見る限り岡本選手に依存している印象は否めません。そんな中、巨人はチームの打撃力向上を狙い、サンフランシスコジャイアンツから FA となった筒香嘉智選手の加入がほぼ確実と報じられています。阿部監督もこれを認めるように、調査はしていただいているみたいだから選手としては実績十分だし人間性も素晴らしいとコメントしています。このコメントに対しスポーツ記者は、取ると断言はしていませんが調査していると言っています。プロ野球界はトレードを含めて交渉過程が明るみに出るのを嫌う傾向にあり、それで誤破産になったケースもあります。
筒香獲得に向けて動いていることを認めたのは、この時点で話がほぼ固まったのでしょうと分析していました。筒香選手の加入は現在の巨人にとって非常に頼もしい補強となるでしょう。さらにもう一人の実力ある外国人選手の加入が今シーズンの成績に大きな影響を与える可能性が高いです。そして新外国人選手の場合は就労ビザの習得に必要な時間も考慮しなければなりませんので、選手が来日した後には2軍での調整期間を取る必要があるため、チームへの合流は交流戦後の5月が早期の見込みとなるでしょう。いかがでしたでしょうか。今回過去に巨人でプレーしたスコット・ハイネマン選手の再加入の可能性について紹介しました。ハイネマン選手からの逆オファーがここまで話題になっていますし、以前巨人の一員だったことを考えると球団側が何らかの形で彼に接触している可能性は否定できません。いずれにせよ巨人にとっては長打力を持つ選手の補強が急務です。シーズン途中にオドーア選手の代わりとなる選手を探す動きは確実にあるでしょう。現在フリーエージェントのハイネマン選手をはじめとするまだ所属チームが決まっていない選手たちが候補に上がることが予想されます。皆さんはどのような意見をお持ちですか。ぜひコメント欄で意見などをお聞かせください。あなたの意見や感想はコメント欄よりお待ちしております。オドーア選手が退団したことで筒香選手獲得の話題など、巨人はその穴を埋めようと現在さまざまな選手を調査していると言われています。そんな中、2023年オフに加入の噂があったジョーダン・ルプロー選手を獲得しようとしているとされています。昨年はミネソタツインズでプレーし、守備力も高く評価されている選手です。オドーア選手同様に外野手でメジャー経験の豊富なジョーダン・ルプロー選手は巨人に入団するのか。今回はジョーダン・ルプロー選手再調査や外国人選手として成功する可能性を過去の事例をもとに紹介していきます。ジョーダン・ルプロー再調査開始。メジャー昇格は難しい。開幕前に巨人ファンに衝撃をもたらした事件といえば、新外国人選手のオドーア選手が電撃退団したことですよね。この退団に伴い現在巨人の一軍には外国人野手がいないという異例の事態となってしまいました。当チャンネルではシーズンオフの際に獲得が噂されている外国人選手としてジョーダン・ルプロー選手の獲得の可能性について紹介いたしました。結果的にジョーダン・ルプロー選手獲得には至りませんでしたが、オドーア選手退団に伴い再びジョーダン・ルプロー選手を調査しているのではないかと噂されるようになったのです。まずは簡単にジョーダン・ルプロー選手とはどんな選手なのかについて触れていきたいと思います。ジョーダン・ルプロー選手は1993年9月26日にアメリカ合衆国で生まれ、現在30歳です。身長は185センチ、体重は88キロで、右投げ右打ちの外野手です。ルプロー選手のキャリアは、2014年にピッツバーグパイレーツに MLB ドラフト30名で指名されてスタートしました。2019年のインディアンズ時代には、85試合に出場し、打率2割7分3厘、15本塁打、38打点、3盗塁を記録しました。昨年の8月4日には、ウェーバー工事を経て、ミネソタツインズに移籍し、39試合に出場し、打率2割8厘、2本塁打、5打点、2盗塁という成績でした。そして MLB 通算は362試合に出場し、打率が2割1分2厘、47本塁打、125打点、13盗塁、OPS 0.737 という成績でした。そんなジョーダン・ルプロー選手の特徴は、高い選球眼に優れていて、長打力が高いという点です。昨シーズン、BB パーセントは 13.3% です。BB パーセントとは野球のセーバーメトリックス指標で、投手が与える四球の割合を表す四球率のことです。具体的には投手が対戦した打席数に対して、どれだけの割合で四球を与えたかパーセンテージで示します。この数字は四球割る打席数で計算されます。一般的な平均四球率約 8% と言われていますので、その数字と比べて高い水準であることがわかります。つまりジョーダン・ルプロー選手は四球を選ぶ選球眼に優れているのです。また打率は2割8厘と低めですが、長打力があり OPS は 0.647 とまずまずの水準を保っています。キャリアハイの2019年には打率2割7分台でしたが、 OPS は 0.900 を超える素晴らしい成績を記録しました。
打率に対して OPS が高いことからも長打力が期待できる選手なのです。実際巨人以外に阪神や DeNA も調査に出ていたと言われていました。そんなジョーダン・ルプロ選手の現在ですが、2024年3月15日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングには招待選手として参加しましたが、フィラデルフィア・フィリーズの一軍選手の中にジョーダン・ルプロ選手の名前はなく、フィラデルフィア・フィリーズ傘下のAAA 級チームであるリハイバレーアイアンピッグスでメジャー昇格を目指しプレーしているようです。情報は4月12日までのものですが、ジョーダン・ルプロ選手は10試合で打率4割3分3厘、1本塁打、8打点、OPS 1.186 という好成績を維持しています。これを続けられればメジャー昇格の可能性も見えてきますが、彼の年齢が30歳であるため、再昇格は現実的に難しい状況と言えます。通常若い選手ほどメジャー昇格の可能性が高く、同じ成績を残した場合、若手選手が中堅選手より優先されることが多いです。つまり好調をキープしても年齢が30歳のジョーダン・ルプロ選手のメジャー昇格は非常に困難な道のりとなるのです。マイナーでは優れた成績を残していますが、年齢のためメジャーへの昇格は難しい状況です。しかしその実力は NPB で即戦力として活躍する可能性を示しています。このため現在ジョーダン・ルプロ選手の獲得に向けた動きが再び浮上しているのです。現在の巨人の一軍成績を踏まえての起用方法は、オドーア選手の代わりとなると、ジョーダン・ルプロ選手が加入した場合は外野手としての起用になると思われます。巨人の外野手の出場試合数について、4月12日の13試合終了時点で、最も多くの12試合に出場しているのは、萩尾選手と佐々木俊介選手です。次いで出場試合数が多いのは、11試合の丸選手で、その後に松原選手が9試合の出場となっています。ただここ最近はオコエ選手や浅野選手の起用も増えてきています。シーズン序盤ではありますが、まだ外野手は完全に固定していないと言える状況ではあります。打撃成績で特に目立っている外野手はおらず、ほとんどの選手が似たり寄ったりの成績を保っています。例えばソフトバンクには柳田選手や近藤選手のような絶対的存在の選手がおり、そうしたチームに加わっても出場機会が限られる可能性が高いですが、現在の巨人では新外国人選手にすぐに起用のチャンスが与えられる可能性が十分にあります。また巨人が即戦力の新外国人選手と契約する年俸は、これまでの傾向を踏まえても1億円以上が見込まれるため、ジョーダン・ルプロ選手にとっても魅力的な選択肢となるのではないでしょうか。また現在の巨人では岡本選手が主砲として活躍しており、13試合で3本塁打、12打点と絶好調を維持しています。しかしシーズン全体を通じてみれば、どの選手も一定期間の不調は避けられません。このため岡本選手や坂本選手などのキープレイヤーが低迷する時期に備え、補強が必要です。特に長打力を持つ選手の加入はチームにとってプラスとなります。ジョーダン・ルプロ選手はその理想的な候補の一人で、選球眼の良さと長打能力はマイナーリーグでの好成績が証明しています。彼が巨人に加入すれば大きな戦力アップが期待できます。日本で活躍できる外国人選手の特徴とは？近年、巨人では外国人選手が機能していないとファンの間からも指摘されています。ジョーダン・ルプロ選手の獲得はまだ噂に過ぎませんが、もし巨人に加入したら活躍することができるのか。過去、ヤクルト、巨人、横浜 DeNA でのプレーを通じて、外国人選手として初めて通算2000本安打を達成したアレックス・ラミレス氏は、日本で成功を収めた外国人選手の一例です。そんなラミレス氏は自身の経験を踏まえて、日本で活躍する外国人選手の特徴について語っていました。ラミレス氏によると、日本で成功する外国人選手には大きく分けて2つのタイプが存在します。まず1つ目は、すでに身体能力が高く、才能が豊富な選手たちです。このような選手はキャンプやオープン戦での早い段階で結果を出しやすいそうで、この時期対戦する日本の投手たちは、新しい外国人選手の特性を把握していないため、直球を多用し、これが彼らにとって打ちやすくなります。しかしシーズンが進むにつれて、相手のピッチャーも戦略を変え、より計算された投球をしてくるため、このタイプの選手は後半に苦戦することもあります。そして2つ目のタイプは、よく考え、状況や相手を分析することで対応策を学ぶ選手です。このタイプの選手は、季節が進むにつれて進化し続ける投手の変化にも柔軟に対応することができます。ラミレス氏は、このような学びの姿勢を持つ選手が日本の野球環境に適応し、
長期的に成功する可能性が高いと考えているようです。そして学ぶ姿勢を持っている選手は日本の野球に対して怖いが少ないとも語っていました。 MLB ではこうだったのになぜ日本ではこうなんだ、なぜこういうふうにしなければならないんだという発言はせずに、なるほど分かりました、今このように説明してくれましたが、ここをもう少し詳しく説明してもらえますかと前向きに学ぼうとする姿勢が求められ、このような選手は結果を出すまで時間がかかることもありますが、一旦パフォーマンスが向上すると、その後も安定して活躍することが多いと分析しました。実際、ラミレス氏は、オドーア選手が電撃対談する前に、オドーア選手のプライドの高さについて指摘していました。ラミレス氏は、オドーア選手について、どうして日本に来たのか不思議なくらい素晴らしい選手、バリバリのメジャーリーガーと高く評価していました。しかし、どういう心持ちで来日したのか、メジャーの実績を誇り、日本に教えに来たという構えなのか、日本の野球を学びに来たのか、と、オドーア選手来日をいち早く疑問に思っていました。また、オドーアは主にセカンドを守る選手でしたが、巨人では外野手としての起用が予定されていました。この守備位置の変更が原因で、試合の後半で守備固めのために別の選手と交代されることも考えられます。これにはラミレス氏も、そうなるとメジャーリーグでバリバリにやってきた彼のプライドはどうなるかだね。メジャーリーグであればそんなことはなかったからね。そこを彼がどう受け取るかが少し懸念ではあるね、と指摘。そんなラミレス氏の予想通り、オドーア選手は不調に陥り、二軍行きを告げられた途端に退団を申し出ています。ラミレス氏が語るように、プライドが高い外国人選手が日本で活躍するのは難しいのかもしれませんね。ラミレス氏の場合はメジャーでバリバリ活躍したという選手ではありませんでした。ですので、学ぶ姿勢があり、日本で様々なことを吸収しようと、真剣に野球に向き合ったからこそ、ここまでの成績を残せたのかもしれません。そういう意味では、メジャーで結果を残している選手より、なかなかメジャーで結果を残せずに苦労している選手の方が日本で活躍するのかもしれませんね。過去、日本で圧倒的な数字を残した選手のほとんども、来日前にはメジャーで苦しんでいた選手でした。例えば、2015年から2017年まで3年間、巨人に所属していたマイルズ・マイコラス選手は、日本に来る前は、MLB 通算37試合に登板し、4勝6敗、防御率は 5.32 でした。しかし巨人で急成長を遂げ、3年間の在籍で31勝13敗、防御率は 2.18 と抜群の安定感を誇りました。マイコラス選手はすごく勉強熱心だったそうで、日本ではストライクゾーンの使い方を学んだ、日本の打者は高めの速球でも、ワンバウンドになる変化球でもしっかり当ててくる、そのことは自分にとって非常に大きかった。より球種に磨きをかけることを心がけたんだと自身の変化の理由を語っていました。メジャーリーグで苦戦していた投手がコントロールの向上と精度の高い変化球を習得することで再びメジャー関係者の注目を集めるようになりました。その結果2018年からはセントルイスカージナルスでプレーすることになり、その年に18勝4敗防御率 2.83 という圧倒的な成績を残し最多勝のタイトルを獲得したのです。また2000年代後半に広島東洋カープの主力投手として名を馳せたコルビー・ルイス選手も日本での経験が後のメジャーリーグでの活躍へとつながりました。1999年にテキサス・レンジャーズからドラフト1巡目で指名され期待されていましたが、2003年に10勝を記録した後は成績が振るわず、メジャーでの5年間は12勝15敗にとどまりました。しかし2007年オフに広島への移籍が決定し、日本での初年度から輝きを放ちました。2008年5月には4勝1敗防御率 1.60 を記録し、月間 MVP に選ばれるなど、その年にチーム最多の15勝を挙げ、リーグ2位の防御率 2.68 をマークしました。特に与えた四球はわずか27で、規定投球回をクリアした投手の中で最少を記録するなど抜群の制球力を示しました。日本でのプレーを通じて以前に苦手としていた制球力が大幅に向上したそうです。2010年にはレンジャーズに戻り、復帰初年度に12勝を挙げ、ポストシーズンではリーグ最多の3勝を記録するなど、その改善された投球スキルで重要な役割を果たしました。他にもメジャーリーグへの昇格経験がないまま来日し、クローザーとして活躍した後メジャーデビューを果たした選手もいます。その選手とはトニー・バーネット選手です。2006年にアリゾナ・ダイヤモンドバックスにドラフト10巡目で指名され、順調にキャリアを重ねたもののメジャー昇格はなく、2010年にヤクルトと契約しました。初来日のシーズンでは先発として4勝5敗を記録し、1軍と2軍を行き来する厳しいシーズンを過ごしましたが、2011年にはリリーバーに転向して安定した成績を収め22ホールドを挙げました。
2012年からはクローザーとして定着し、セーブ王にも2度輝くなど、2015年には41セーブを記録し、14年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献しました。2015年のオフにはテキサスレンジャーズと2年契約を結び、2016年にはついにメジャー初登板を果たし、防御率 2.09 で7勝3敗、15ホールドを挙げるなど、チームの地区優勝に貢献しました。彼のキャリアは日本での6年間を経て、ようやくメジャーでの成功をつかんだ異色の経歴を持つ選手です。また1980年代に阪神タイガースでプレーし、その後1990年にデトロイトタイガースに移籍したセシル・フィルダー選手も同じようなタイプです。来日前は MLB 4年間の在籍で通算31本塁打でしたが、阪神での1年目に38本のホームランを放ちました。翌年にメジャー復帰し、すぐに51ホームランと132打点を記録して2冠王に輝きました。その翌年も44本塁打、133打点で2年連続の2冠王に輝き、メジャー通算13年間で319本塁打という記録を残すなど、日本での経験を糧にメジャーで大成功を収めた最たる例と言えるかもしれません。セシル・フィルダー選手も日本野球の変化球攻めに苦しみながら、耐えて工夫する打撃術を身につけたことが成功の秘訣と言われています。今回紹介したジョーダン・ルプロー選手の性格こそ分かりませんが、日本で成功した外国人選手と似たような経歴を持っていますね。いかがだったでしょうか。今回は2023年のオフシーズンに巨人が調査していたとされるジョーダン・ルプロー選手の再調査について紹介しました。小童話選手とは異なる印象を持つ彼は、日本での大ブレイクが期待されるポテンシャルを持っているのではないでしょうか。皆さんはどのような意見をお持ちですか。ぜひコメント欄で意見などをお聞かせください。あなたの意見や感想はコメント欄よりお待ちしております。3月29日の阪神との開幕戦を目前に控えた巨人に激震が走りました。開幕3日前に左の大砲として期待され、今季からチームに加わったルーグネット・オドーア選手の退団が電撃的に発表されたのです。大リーグ通算178本塁打の現役バリバリのメジャーリーガーの獲得で、入団当初からその長打力に注目が集まっていましたが、寝耳に水の巨人ファンは口ポカーン状態です。さぞかし巨人のチーム内も意気消沈かと思いきや、意外や意外、オドーア選手の退団を歓迎する向きもあります。その裏には以前にも獲得の情報があったある選手の存在がありました。今回はオドーアの後釜選手の噂を追跡、追加補強候補の選手をクローズアップします。3月29日時点での情報をもとに作成しています。強肩強打の右のスラッガーアンダーソン。2020年以来3年間優勝から遠ざかっている巨人は、1月23日に新外国人選手としてオドーア選手の入団を正式発表。遅い時期の発表でファンとしては待たされましたが、その甲斐がありました。メジャー通算178本塁打で30発以上も3回マークした正真正銘の長距離砲のオドーア選手、春季キャンプ中の2月16日に沖縄で入団会見が行われ、自慢のひげをバッサリ剃った助っ人は、合流できて嬉しい、アグレッシブなところと負けず嫌いなところがプレースタイル、日本でも発揮していきたいと声を弾ませていました。ところがそれから1ヶ月余りしか経っていないのに、今度は退団のニュース。裏切られた思いは巨人関係者だけでなくファンも抱いたことでしょう。しかし V 奪回を目指す巨人には思いのほか悲壮感はありません。それどころか大物メジャーリーガーの退団で大きなチャンスを得る選手も出てきて、逆にチームが活性化すると予想する野球評論家までいます。そんな中、早くも浮上しているのがオドーア選手に代わる新外国人選手取りです。その最有力選手として名前が挙がっているのがブライアン・アンダーソン選手。2024年5月に31歳になる右投げ右打ちの外野も守れるサードです。アンダーソン選手獲得は2023年シーズン後にも噂されており、オドーア選手の対談で再び名前が取り出された次第です。アンダーソン選手は2022年シーズン終了後、マーリンズをノンテンダー FA となり、2023年はブルワーズと単年350万ドルプラス出来高最大200万ドルで契約。96試合に出場し318打数72安打、打率2割2分6厘、9本塁打40打点、出塁率3割1分、OPS 0.740、守りはサードで70試合に出場し5失策で、守備率9割6分6厘、ライトでは39試合出場で失策は0でした。決して本調子というわけではなく、打率は上がりませんでしたが、
一発がある打撃ということは伺える成績です。メジャー通算では7年間で627試合出場、2222打数559安打、打率2割5分2厘、66本塁打、273打点、出塁率3割3分6厘、OPS 0.740 という数字。2023年オフにブルワーズを自由契約となると、2024年はマリナーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに参加します。しかし結局メジャー契約はゲットできず、3月26日に自由契約になってしまいました。スプリングトレーニングの成績は12試合で打率2割5分、本塁打2本で OPS 0.880 とまずまずで、やはりマイナー契約では納得がいかなかったようです。2023年シーズンは打てませんでしたが、キャリアハイの2019年シーズンは126試合出場で打率2割6分1厘、20本塁打、66打点、出塁率3割4分2厘、OPS 0.811 と期待できる数字を残しています。メジャーでは長距離砲というわけではありませんでしたが、出塁率は悪くなく、中距離ヒッターのイメージです。日本に来たら、大砲の役割も果たせそうな打者であることは間違いないようです。オドワ選手に比べると実績では物足りませんが、それ以上のセールスポイントがあります。それは強肩です。外野よりサードで出場する機会が多いようですが、ライトを守れば、一郎級のレーザービームが発動されます。少ない守備機会ながら、2018年には捕殺8、2019年には捕殺9をマーク。サードが本職ながら、ライトでもこの強肩を持っていれば、使い勝手がいいことこの上ありません。オドワ選手と比較すると、面白いことが浮かび上がってきます。本職はセカンドながら、日本では外野手登録になっていたオドワ選手。外野を守ったことはほとんどなく、はっきり言って外野守備は無理と見る意見もあったほどです。守備を重視する保守出身の阿部慎之助監督からすると、遅かれ早かれオドワ選手の守備に見切りをつけていたのではないでしょうか。かといって、定位置のセカンドも万全にはほど遠いものでした。巨人の獲得候補として上がっていた時もセカンドは危険だという意見が噴出していたのは事実です。それに比べるとアンダーソン選手は安定した守備を誇っています。強肩の上にフットワークが良くエラーも少ない選手ですから、オドワ選手とは大違い。これは現在の巨人の補強ポイントに見事に合致します。2024年12月で36歳になる坂本勇人選手が住み慣れたショートからついにサードにコンバート。しかしながらベテランの上に新しいポジションを守るとあってはいろいろ気を使うこともあり、143試合フル出場は望めません。適度に休ませながらコンディションを万全にして出場するのがベストだと思われます。そこにアンダーソン選手が入れば見劣りはしません。ワーストに回った岡本和真選手をまたサードに呼び戻す必要はありませんし、控えな野手は小技の効く選手は多くいますが、長打の期待できる選手は少ない現状からしてアンダーソン選手はぴったりです。坂本選手がサードでスタメンに名を連ねた時はライトで起用できる点も大きなメリットです。もともと巨人は左打者が多く、新外国人を補強するなら右打者とも言われていました。それだけに左のスラッガーのオドワ選手を獲得した時、どうしてと感じたファンもいたと思います。メジャーでの実績を買って左打者ですが取りに行ったのかもしれません。そう考えると今回オドワ選手が電撃対談となり、神のおぼし飯とも言えるタイミングでアンダーソン選手がフリーになったことはただの偶然には思えません。吉村貞之編成本部長はアメリカのロースター漏れに注目していると発言していることもアンダーソン選手獲得を裏付けています。もし以前巨人がアンダーソン選手に接触していて入団に至らなかったとしても、メジャー契約が得られなかった現在のアンダーソン選手の状況からすると今度は一考せざるを得ないでしょう。巨人はオドワ選手の対談により支配下の外国人野手はゼロになってしまいました。助っ人野手の緊急補強に走るのは間違いありません。その筆頭候補はアンダーソン選手でしょう。阪神ノイジータイプの内外野守れる選手。巨人ファンも注目するアンダーソン選手についてもう少し深掘りしてみましょう。高校時代2011年のドラフトでツインズから指名されましたが、契約はせずアーカンソー大学に進学。2014年のドラフトでは30名、全体76位でマーリンズが指名してプロ入りします。2016年に AA に昇格すると、2017年のオールスターのフューチャーゲームのアメリカ選抜チームに選出されました。9月にはフィリーズ戦で待望のメジャーデビュー、6番サードでスタメン出場すると初安打もマークします。結局この年は25試合に出場しました。成長を見せたのが2018年、156試合に出場すると打率2割7分3厘、11本塁打、65打点を記録します。2019年はキャリアハイで、
コロナにより短縮シーズンとなった2020年は59試合で2割5分5厘、11本塁打、38打点。通常シーズンなら30本近く打っていたかもしれません。9月には1試合3ホーマーもマークしました。2021年からは故障に見舞われます。5月に左肩亜脱臼で手術を受け1ヶ月以上リタイア。2022年も小指にデッドボールを食らい骨折と怪我に泣きました。身長190センチながら器用な面もあり、サードとライトだけでなくファースト、セカンド、ショート、レフトを試合で守ったこともある大型ユーティリティープレイヤー。右打者で内野と外野も守れるという点で阪神のシェルドン・ノイジー選手にイメージは近いかもしれません。ライト方向へもうまく打てる点と強肩ということも共通しています。ノイジー選手は阪神に入団するとサードにはチームの中心選手の佐藤輝明選手がいるため外野手に専念。坂本選手がサードにいる巨人と状況は似ています。アンダーソン選手はオリックスとの日本シリーズで活躍し38年ぶりの日本一に貢献したノイジー選手のような存在になってくれるかもしれません。災い転じて福となすではありませんが、小童羽選手が退団して外野のレギュラー争いが激化した巨人、チームの活性化という観点からすると良かったのかもしれません。しかしどうしてこんな前代未聞の退団劇が繰り広げられてしまったのでしょうか。巨人は4年ぶりの優勝に向け補強の目玉が小童羽選手のはずでした。岡本選手や坂本選手らの主軸の後ろで打点を稼ぐポイントゲッターとして大きな期待が寄せられました。しかし調子は一向に上向かず、オープン戦は12試合に出場し34打数6安打、打率1割7分6厘、0本塁打、0打点と散々、打撃だけでなく2度牽制でアウトになるなど走塁でもミスを連発し、首脳陣も眉を潜めていました。またキャンプ中からチームに溶け込んでいないと言われ、辛そうな表情が目立っていたのも事実。外国人野手が一人だけで話し相手がいないことがストレスを増やした要因かもしれません。阿部監督は外野のレギュラー争いについて白紙を強調していて、実績十分の小童羽選手に対しても特別扱いすることはありませんでした。開幕1軍のメンバーから外して2軍調整を伝えましたが、小童羽選手は拒否するどころか帰国まで希望。吉村編成本部長はファームに落ちることは受け入れられないということだった。何度も話し説明を続けたが気持ちは変わらなかったと事情を説明。1軍で試合に出すという確約はない。最終的に受け入れることができないと語っています。パドレス時代のチームメイトだったダルビッシュ有選手の影響で日本の野球に興味を持っていたとのことでしたが、興味だけで日本の野球を受け入れることはできなかったようです。それでもこれで逆に悩みの種が減り、状態のいい選手を使えるようになりました。小童羽選手の対談について、残念っちゃ残念です本当にと顔を曇らせていた阿部監督ですが、若手には大きなチャンス、シーズン中もみんなで競い合ってほしいと発破をかけています。もともと激しいサバイバルを展開していたライトのレギュラー争いですが、推定年俸2億円の大物助っ人がいなくなったことでますます拍車がかかってきました。候補になるのが重信慎之介選手、松原聖也選手、梶谷隆之選手の左打者に萩尾雅也選手、浅野翔吾選手の2022年ドラフト1位2位の右打者など、候補には枚挙にいとまがありません。松原、重信両選手は足と守備、巧みな打撃が武器。浅尾の萩尾両選手は長打が期待できる右打者。各選手は目の色を変えています。アンダーソン選手が巨人に入団したとしても、そうそう簡単にレギュラーが取れるような状況ではありません。小童羽選手の対談で、雨降って地固まるとなりそうな気配です。阿部監督の評価、爆上がり。チームの底上げにつながる激しい定位置争いが勃発していますが、小童羽選手をあっさり切った阿部監督の評価もうなぎ登りです。何者入りで加入した MLB 通算178発の小童羽選手ですが、開幕3日前に衝撃の対談、輝かしい実績を持つ大物選手に対しても同じ態度で接した阿部監督の英断を評価する声が大きくなっています。いくらオープン戦で打てなかったとはいえ、あれだけの大物メジャーリーガーですから、開幕2軍を言い渡すことは簡単ではありません。とりあえず1軍に置いておいて様子見をしがちですが、外野の定位置争いは白紙と強調していた指揮官は、その言葉通り調子の上がらない小童羽選手に2軍行きを命じました。長引けばチームの指揮に響くところでしたが、小童羽問題をあっさり解決、次の段階に目を向けているのはさすがです。シーズン中に退団されるくらいなら開幕前に辞めてもらった方が小童羽選手にとっても球団にとっても良かったのではないでしょうか。小童羽選手をあっさり切ったことで不協和音の芽をいち早く摘んだ阿部監督、
一致団結ムードは高まったと言えるでしょう。今回は開幕を目の前にしての大騒動でしたが、過去にもお騒がせ外国人はいました。まさに U は何しに日本へ状態だった小童話選手ですが、まだまだ問題児は吐いて捨てるほどいます。巨人の外国人選手で早々と退団となった問題児といえば、2005年のダン・ミセリ選手が挙げられます。メジャーで21セーブをマークした実績の持ち主は、ストッパーとして巨人に入団しましたが、開幕から続けて火消しに失敗、屈辱の敗戦処理に降格となってしまいます。2軍で再調整をさせようとしても2軍に落とせない契約となっていたようで、ミセリ選手はファーム行きを拒否し、4月19日に退団が決定。記録といってはなんですが、これは当時の球団史上最速の解雇となりました。ミセリ選手のお騒がせはまだ続きます。退団した日に東京ドームを訪れ、荷物をまとめた後、妻子とともにそそくさと浅草観光、人力車に乗るなどして日本を満喫したようでした。ミセリが中ミセリとの秀逸な見出しで報道されるというオチまでついています。この分野の第一人者は何といっても阪神のマイク・グリーンウェル選手でしょう。メジャーでは小童話選手以上の実績を誇った推定年俸3億6000万円の大物は、腰を痛めてキャンプ中に帰国、5月に復帰しますが、今度は自打球を右足の甲に当ててしまい骨折。神のお告げという世紀の名言を残し、7試合に出場しただけで帰国してしまいました。最速という意味ではロッテの外国人選手が一番でしょう。1998年、横浜の38年ぶり日本一にも貢献した有料外国人ロバート・ローズ選手は2000年限りで引退しますが、2003年にロッテで現役復帰します。ところが勘が戻っていないとの理由で春季キャンプ中に再び引退。日本での実績は十分で、ファンにも愛された選手だっただけに残念な結末でした。大リーグ通算382発のピカピカの成績を引っ提げ、1974年に太平洋クラブライオンズに入団したのがフランク・ハワード選手です。開幕戦に4番ライトで先発出場しましたが、すでに膝を故障していて、わずか1試合の出場で5月に帰国。打席に一度も立たなかった小童話選手よりはマシでしたが、3打席で退団になりました。ここまで挙げた選手が可愛く感じるほどとんでもないことをしでかしたのが、1974年にテストで日本ハムに入団したバール・スノー選手。前渡し分の給料を銀行から引き出すと行方不明に、1試合も出場することなく無期限失格選手になってしまいました。アンダーソン選手が巨人に入団することになったら、こんなお騒がせだけは勘弁してほしいものです。